映画見て好きになってなかったら芸人になってなかったかもって思うぐらいだわ。こういえばバックでだね。じゃあ当たり前だバックで出てたチャンスあったんかいな。兵頭大輝のシネマな話。さあ始まりました、兵頭大輝シネマの話、1周年になります。まあ1周年ということでゲストをお呼びしております。スペシャルゲスト、ゆりやんです。お願いします、ゆりやん。めちゃくちゃ忙しいのにごめんやで、ほんまに。いやもう光栄です。もう映画も兵頭さんも大好きいや嬉しいけど、そんなん言うてもうたらだけど今ドラマとか出てえらい、もうすごいニュースになってたやんか。いやびっくり、ありがたいです。自分が出させていただけるとは。なあ、まさか、まあ出ることはまあ今のユリアンで言うたら、まあそういう話もあんのかなと思うねんけど、あんだけ話題になるって自分でもあんま思えへんかったんじゃん。驚きました。まさかドラゴン役で出させてそうやんな、まさかやんな。いやすごいよね。もう常に英語のことを言うてるか、誰かにバス待ってますって聞いてるか毎回見てるもん。いや嬉しいです。すごい、いつもバス待ちの人に声かけちゃってあれユリアンじゃねえのかとか一人でモノマネしてやってニヤッとしながら酒飲んでるぐらいのおっさんのところに今日は来ていただいたんですけど嬉しいです。映画は好きなの、やっぱり。私映画大好きで、ハーバード大学の、うん、関西大学でした関西大学文学部でなんか映像文化専修っていうなんか映画評論のコースがあったんです。それを卒業してて浅く狭く見てます。いやだってさ、俺ユリアンが NSC 卒業するときに、はい、その発表会みたいなんで優勝したやんか、はい、そうです。あの時矢野兵頭で司会やってんけど、はい、女スパイのコントやったもんな。あ、そうなんです、はい、なんかちょっと映画っぽいような、 あれで優勝したもんな。矢野兵頭さん MC していただいたの、うん、まるで9年前のことのようですそのまんま、そのまんまあ、そうか、9年前です。いやでもほんまにそっからひどいわ先生って、あんな切り抜き。ひどいわねひどいわね、私のことだな。それ映画好きやないとそこ切り取らへんもんなやっぱりすごい。ほんでもうアカデミー賞のね、あの受賞した、あんなんとか嬉しいです。いやもう これだけでおもろいや、もうすでにあそんな映画、まあそういう映画のなんかあのネタとかやってるユリアンはよく見るけど、映画のことあんまりこんなん好きですって語ることってそないない。全然なくて、うん、本当に映画好きっていうのおこがましいぐらい本当に浅く狭くなんで、うん、偏りもめっちゃありますし。いやいやいや、でもいろんな映画見て人生変わったりとか、はい、ちょっと刺激受けたりするやつはあるんでしょ。もう映画で映画見て好きになってなかったら芸人になってなかったかもって思うぐらいです。すごい。じゃあその映画の今日はオールタイムベストを紹介していただけるということで、じゃあ早速いきますか、はい、じゃあ早速いきましょう。まず一つ目はバックトゥザフューチャー。うわ、かっこいい。本当にネイティブな感じ。え、バックトゥザフューチャー、俺もちょっと喋られへんけど、が、もう、まずは。あ、はい。もう、皆さん、こんなの、私が説明するよりも、うん、もう、淀川長治さんで説明した方がいいと思うんで、それで。さよなら、さよならっていう、まあ、いらっしゃったけど、はい、淀川長治さんが説明しても分かりやすいと思うけど、面白いやん、確かに。はい。はい、言うたら過去行って未来行ってとかのやつやんか、はいはい、どこがユリアのこう胸をグーって鳴らしたの。あれは小学校の時に初めて見たんですけど、うん、その時は面白いって思ってたんですけど、中2でもう一回見たんです、うんうん、じゃあマイケル・ジェイ・フォックスがかっこよすぎて、うんうん、マイケル・ジェイ・フォックス好きになっちゃって。あ、そっちなんや、はい、マイケル・ジェイ・フォックス入りでかっこいいって思ってマイケル・ジェイ・フォックス見るためにずっと見てたら、うん、マイケル・ジェイ・フォックスイコールアメリカ、アメリカイコール映画で、しかもマイケル・ジェイ・フォックスの声を聞きたいんで字幕で見てたんですよ、うん、あの吹き替えじゃなくて、うんうん、じゃあもうマイケル・ジェイ・フォックスが言う言葉とか、うん、I'm from the future, I came here in time since that you invented っていうそこまでしてもう好きすぎてそこまで行ったんや。好きすぎて、でそこからもうあの高校、日本の高校行きたいとこ落ちたらアメリカの高校行かしてもらおうって思うぐらい、うん、まあ言い過ぎかもしれないけど、なかなか初恋レベルの衝撃。そうです、マイケル・ジェイ・フォックスがいなかったらもう。はえ、ユリアンは、はい、その男性のタイプっていうのはああいう感じの人が好きなの、今もそうなの。
まあ、あのやっぱりいろんなかっこいい人いるんで、はい、もう身の丈にあったマイケル・ジェイ・フォックスにしとこう。なんで失礼、謝れ嘘つけお前そう恋をしてしまったがゆえに映画に入っていくんや。そうなんです。それも英語もそういう風になっていくし、はい、でこうやって演じるというかマイケル・ジェイ・フォックスを真似したいがために演じるということになっていくんや。そうです。もうあの世界に憧れて、アメリカのあの世界に憧れて映画の DVD 買ってもらって、うん、バック・トゥ・ザ・フューチャーのそれで見てる時に、うん、ドゥレディーヌーンドゥレディーヌーンチョンチョンドゥレディーヌーンドゥレディーヌーンチョンチョンドゥレディーヌーンチョンチョン。あ、山すいません、地球のユニバース。地球のユニバースごめん間違えた。パラマウントさんは山地球のこと回るのがもう、あれがもうあそこでめっちゃワクワクしちゃって、いやすごいね。なんか小学校の議会見て中学で見るっていうのも、でもそこやったら普通アイドルの人とかそういうのが好きってなるのわかるけど、やっぱりその映画に入っていくのや。もう映画好きになって、バック・トゥ・ザ・フューチャー好きになって、マイケル・ジェイ・フォックス好きになって、もうそれこそ淀川永春さんも大好きになっちゃってもうずっと学校の時、大学の時に淀川永春さんが言ってる言葉を一字一句こう点とか詰まってるとことかも全部書き写して、あのコピーして。友達おった、大学生が淀川なんか渋いとこ行ったで、淀川先生のこと全部書いて、はい、でそれでもう喋んの。はい、ちょっとやってみてもいいですか。あ、お願いします。ぜひ。バック・トゥ・ザ・フューチャー2の実際の回です。はい、皆さんこんばんは。今夜はバックでだなな、当たり前だバックでもうとっても当たり前、当たり前だこれ見てな、もうご随分ご存でしょうけど、この味は娘マーケル・ジェイ・フォックス、息子マーケル・ジェイ・フォックス、子3人が同じ役者が3人出てくることをどうしてたりするのか、まあそういうとこいっぱい出てくる。これは1989年監督はロバート・デメックスよ、ロバート・デメックス。これはロマンシングストーンのあのやりとり監督ですよ。まあ今日出てる感じがどれだけ皆さんをお騒がせされるかびっくりが出るの。これは本当本当に自慢の作品です。最後のうんってなんねや。はい、ほんまにそうなって。ほんまにそうなって。はい、それを書き起こして今みたいにカンコピしてたんや。そうなんです。忙しかったな、大学生の時の。そればっかりやって、タイムスリップというのがタイムのクロスワードブパズルでしょうか。ブとかも書いて。いや、すごいわ。めちゃくちゃ面白い。いやー、やっぱえぐい。その一つ好きになって深掘りしていくところが深すぎて、やっぱりそれが今のユリアンになっていくねや。いやー、なんかそれがネタにつながると思ってはなかったんですけど、好きだからやってただけやもんな。はい、そうなんです。いや、すごい。いや、それはすごい影響力があった、バック・トゥ・ザ・フューチャーでした。はい、さあ、続いてお願いします。はい、次は、ニザーリング。これ怖いやつなんか、はい、怖すぎて、あのおっちゃん見れてないの。あ、そうです。怖いのあかんねん。最後どうなるかというと、やめて、もう怖い怖い。あのほら、わからんけど有名なシーンでさ、はい、動かれへんベッドの上でさ、ハンマーみたいなの持って、はい、ガーッとやるシーンで、もう見れへんねん。まだ50なっても見れへんねん。怖いものがあんまり好きじゃないですか。うん、わかんねん。あ、でもそんななんかお化けとかそんな血みどろ映画じゃないんで大丈夫ですよ。人間のなんかその怖さみたいな出てくるんやろ、うん、出てきます。急に経路変わるやんか、あの痛快な映画とはまた違う、はい、そういうのも好きなの。本来こっちの方が好きで、スティーブン・キング原作の話が結構好きなんですけど、はいはいはい、それこそあのシャイニングとかも好きですし、はいはい、お化けとか出てこないなんか怖いのが好きなんですけど、うん、これはもう本当に初めて映画見てこうドキドキして、うん、心臓がドキ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 しても、うん、乗り物乗ってる時ぐらいドキドキして、うんうん、例えがちょっと乗り物乗り物苦手なんかなまで飛行機怖いんかなとかいろいろ考えたけど、まあ、ドキドキジェットコースター乗るようなみたいな、はい、ドキドキしてとか、それこそ本当になんかやめてって言いながら 見てたんですよ。なるほどなるほどなるほど。それがハラハラできる映画というか、そう、人が怖いのが好きなんですよ。ほんなそのまあ今回3作紹介してもらいますけど、はい、入らなかったそのドキドキする映画で他に好きなやつってあんの？あの、ね、ホステルご存知ですか？ホステルはね、谷口さんがね、あ、ホステルめっちゃ面白いですよね、
あの出てくる人また気持ち悪いじゃないですか、はい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 、あのイーライロス監督じゃないですか。そうですよ、イーライロスのノックノックを見てから、ノックノック見られたことありますか？全然見えへん。ノックノックもめっちゃ好き。あ、めっちゃ面白いんですよね、はいはい、なんかそれも怖いんですけど。怖いやろ、絶対怖いやろ。お化けじゃない、人が怖いんですけど。そんなも怖いわ。それがもうたまらないね。もうはい、もう最高すぎて、もう気持ち悪い。それこそドキドキして映画薄めで見てたんですよ。もうそのグロいからとかじゃなくて、やめてって思って。怖いけど見たんや。はい、なんか一見ただのなんかスプラッターみたいなのかなって思うんですけど、うん、そうじゃなくて、うん、なんかイーライ・ロス監督の映画ってこんな語って申し訳ないですけど、いやいや語って、なんかそのグロさじゃなくて、その話も面白いし、そのなんか違和感みたいなのがこうたまらなくて、インスタでイーライ・ロス監督見つけて、うん、あのはいって送ったんですよ、ね、ダイレクトメッセージ。 I love you, I respect you so much、うん、my dream is、I wanna work with you in near future、 近い将来一緒に働きたいです、夢です、本当に感謝してますって送ったら、うんうんうん、サンキューって返ってきたんです。すごい、ラス監督から。で嬉しくて、うん、それがアメリカ の水着着てオーディション出させてもらう直前、直前だったんで、あ、ちょっと私がアメリカで面にしてもらいたいと思って、うん、今度これに出るからって、うん、あ、送ったんですよ、うん、返事返ってこなかった。そこはなかった。そこはもう見たから返ってこなかったんだな。あれもすごかったよな。もう意味わからないね。いや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 、はあ、だから好きすぎてダイレクトメッセージ送るぐらいの。はい、ですよね、あれね。グリーンフェルノもめっちゃ好きで、あの主人公の女性、毎何作も出てる方、ノックノックも出てるね。ね、せーの、奥さんでしょ、イーライロスの、はい、もう離婚されたんですか、ね、はい、あ、なんか奥さんなんですけど、その人またいいんですよ、その。へえ、いや、谷口さんが勧めてくれる映画、ことごとく俺あかんねやんか。そういうことは、あの谷口さんはもう、そんなことないけどなって言うけど、えぐいねん。いやいや、でもイーライロス、ほんま僕もめっちゃ好きなんで、ノックノックから見ていただいたらいいかもしれないです。へー、はい、ノックノックというのを見たら、もう入門編としていける。はい、ノックノックは本当にキアヌ・リーブスさんが主演なんで、うん、なんかね、入りやすいし、うん、そんなグロテスクとかはあんまないですもんね。なんか、っていう、だから最悪やっていう、はい、展開ですよね、見てて。あ、終わった、最悪やっていう。最悪やーって言いたかったら見てほしい。わかりました、ノックノック。うわー、もうこれ最悪やんっていうテンションになりたい場合は、ノックノック。わかりました。いや、いいのいただきました。さあ、それでは最後になりますね。3つ目でございますね。3つ目は、はい、ロマンチックじゃない。これは映画なんですか？でネットフリックスだけなんですかね。うん、そうやと思う。新しいですもんね、ま。そうですね。何年か前の映画なんですけど、うんうん、あの主人公の方の名前忘れちゃったんですけど、はいはい、あの、ね、ラブコメみたいな映画の、うん、なんか絶対ありえへんと思ってる女性の方で、でもあのある時頭ぶつけて、うん、病院に運ばれて気付いたら、うん、なんかもう世界が完全にラブコメの映画の世界になってるんですよ、うん、もう出てくる人やることなすこと全部、はいはい、でそこであのいろいろ展開していくっていう映画なんですけど、ちょっと、まあ、コントとは言わへんけど、はい、あの言うたらラブコメあるあるみたいなのが周りで繰り広げられるってこと。そうなんです。はあ、その人がラブコメ嫌いやから、うん、でもとかやるんですけど、うん、なんかそれどんどんなんかこう展開していくハマっていくというような展開になってくるかもぐらいの、はいはい、みたいな。ゆりやん、どうだろう、ラブコメは。私も毎日がラブコメライフ。いやー、かわいい、かわいい。どうなの、そのラブコメライフを送りたい。めっちゃ送りたくて、その理想的なラブコメライフなんですよ、うん、そのロマンチックじゃないっていう映画が。もう本当にもうベタなのがめっちゃ起きるんで、うん、もうああいいなって、アメリカこういうのがいいねっていうのがめっちゃ続くんですけど、その女性とタム・ディヴァインさんっていうんですかね、はいはい、あの男性の方がちょっと コミカルな俳優さんなんですけど、うん、その2人がめっちゃ仲いいっていう設定なんですけど、うん、その人が当時私霜降り明星のせいやさん好きだったんですけど、はい、めっちゃせいやさんに似てて、うん、で私もあの主人公の方に自分を置き換えて見てたんで余計好きやった。乙女やな、かわいいな。
でそれを見たらもうその当時のこともちょっと思い出されてドキドキもするんや。その当時のことは思い出さない思い出さない。いやそうか、はい、振り幅がすごいですよね、はい、ドキドキしてさやむやいう映画好きでもあるけどそういうラブコメのようなの、はい、ワクワクドキドキとワクワクが好きなんや。はい好きです。へえ、いやすごい話いっぱい聞いたな。いやでも今後映画とかも 出てりゃ今もね、あ、はい、今後また出ていくんやったらどんな映画出たいん。これちなみに放送というか配信は来週末です。あ来週ってことは6月19日ですね。あちょっといいですか。あ全然あの、6月15日あの公開の、春の嵐っていうあの園子温監督の映画がないんですけど、ここに来てよここに来てよ。いやあのゆりやんやったらあるかもしれんってなるやんか。だから気抜かれへんわほんまに。あるんかな思ったらないんです、ないんです。でもこの前なんかあのニコラス・ケイジ監督の映画を日本で撮るみたいな、うん、だいぶまだコロナとか全然ない時あったな、はい、うん、あれのオーディション受けたんですよ、うん、でもそれ落ちました。え、はい、でもそこでなんか出られてた日本の方とニコラス・ケイジさん結婚しました。そうだね、あ出てたチャンスあったんだよ。ニコラス・ケイジとニコラス・ケイジとイリアン結婚してたら腰抜けるところの騒ぎはないやんな。なんかちょうどオーディション会場にあの矢野再生もおられて、うちの相方、はい、うん、でなんか私が入ったら前のグループで、うん、あの矢野さんがオーディションやって、うん、もう並んでおられたんですよ、うん、で次のグループの方って行ってくるわって言ってなんかあの予防接種行くみたいやなとか言って行ったんですよ。はい、戻ってきたら矢野さんここ持ってたんです。ほんまに予防接種したみたいに帰ってきてたんです。だいぶ一体の突っ込まれたんやろな。多分いける思って行ったらズドンと来た筋肉注射来たんやね。多分矢野さんもね受かっておられたら、ね、ニコラス・ケイジと結婚してたから。びっくりするわそうだったら。でもなんか何も矢野さんの話矢野さんじゃないよ。矢野さんのことばっかり。俺のこと矢野や思ってたんや。ゆりやそれはな切なないか。さっきまで矢野さんの話で矢野さんの映画の、 あの、ま、話聞きたくなってなりました。聞かずにずっとなんかベラベラしてました。いや僕はだから今回聞かせていただいたらまずいっぱい出してもらって3つ出してもらったけど、はい、俺のまず入門はノックノックなんやなっていうのが分かったんで、はい、まずはノックノック見て、はい、そのドキドキする映画の良さ分かった時にまた忙しい思うけどユリアン来てよ。あ、嬉しいです。でそれのそれについて語ろう。うんうん、ぜひぜひ。嬉しいです。お願いします。お願いします。いや今日も忙しいところどうもありがとうございました。本当にありがとうございました。さあということでそろそろお時間でございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。さよなら。さよなら。さよなら。あ、湯田さんや。